衛省は、次期藻が三型護衛艦の建造計画打ち出し、現在の藻が、三型護衛艦は12隻建造で終了するとの情報をキャッチしました。今回は、マジで、ヤバい藻が、三型護衛艦のレーダーシステムを詳しく見ていきますね。画期的なのは、AI 無人を操るってところで、世界でも日本が進んでいることをご存知でしょうか。もともと、AI は、日本が得意とする分野で、軍事産業にはすでに搭載されているんですよ。もっか、三型護衛艦は、世界に輸出も検討されています。日本やっぱりすごいな。2024年現在、海上自衛隊が保有運用する艦艇の中で、最新の水上戦闘艦艇といえばも、が三型護衛艦であり、他国海軍で言えば、フリゲートに分類されている船体の規模感と装備を備えた多用途艦艇ということができる。も、が三型護衛艦自体は、海上自衛隊の艦艇としては、初となる FFM という艦首記号を付与された経緯があり、これは、FF が、フリゲートという、艦の規模、M が、機雷、マインと多用途、マルチパーパスを示すものと説明されている。も、が、三型護衛艦の直接の前級である、阿武隈型護衛艦は、日本の近海や沿岸部の防衛を担当する艦艇として、艦首記号としては、DE が割り振られており、1989年から1993年にかけて6隻が就役、艦齢は、今年2024年で、31年から35年を迎える。そのため、阿武隈型護衛艦は、2022年末に閣議決定された防衛力整備計画によって、遅くとも、2028年3月までに6隻すべてを退役させた後除籍することが確定しており、その役目を全うして去っていくこととなる。ちなみに、阿武隈型護衛艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの艦隊に、ディーゼル機関2機とガスタービン2機を組み合わせた CODOG 方式を採用。合計で、最大で、36,300 馬力で、27ノットの速力を発揮する。阿武隈型護衛艦は、主兵装として、62口径 76mm 単装砲1機、ハープーン対艦ミサイルの4連装発射塔を2機、アスロック対戦ミサイルの8連装発射機を1機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機搭載している。ここからもわかるように、阿武隈型護衛艦は、現在の日本の主力の護衛艦らのように、主兵装に、VLS 垂直発射艦は採用されておらず、艦隊には、若干のステルス性能は備えてはいるものの、旧式化は否めなかった。また、阿武隈型護衛艦は、この基準排水量2000トン、満載排水量2900トンという規模感の艦隊でありながら、乗員の定数は120名となっており、その点からも現在求められているような精進化が図られているとは言い難い。これに対しもが、三型護衛艦は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、全幅 16.3 メートルの艦隊に、ディーゼル機関2機とガスタービン1機を組み合わせたコダグ方式を採用。合計で、最大で、7万馬力で、30ノットの速力を発揮する。も、が三型護衛艦は、主兵装として、62口径マーク5、5インチ単装砲を1機、マーク41、VLS を16セル、17式艦対艦ミサイルの4連装発射塔を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機、さらに、近接防御用に、シーラム1機を搭載している。阿武隈型護衛艦でも、若干のステルス性能を備えていることは前述した通りだが、もっが三型護衛艦は、その外観を見ても、同分野を大幅に進化させたことが伺えるデザインであり、一見してモダナイズされた水上戦闘艦であることがわかる。従来までの水上戦闘艦といえば、主として、環境構造物周辺に、多数の可動式のレーダー等のアンテナ類が取り付けられていたものだが、もっが三型護衛艦においては、ほぼそうした突起物は廃され、非常にスッキリとした外観が特徴だ。もっが三型護衛艦では、環境構造物の最上部に、
野良50複合空中線と呼ばれている各種の通信に必要なアンテナを集約させたものを採用。その見た目から、一角獣やユニコーンといった形容が行われることも多い。この円筒形をした野良50複合空中線アンテナは、形状としてシンプルにまとめられたこと以外に、内部の部品の交換等のメンテナンス性にも優れていると言われ、ステルス性と機能面を両立させたものだと評されている。またもが、2型護衛艦の目としては、X バンドに対応したパネル式の OPY2 レーダーが、艦胸部の側面に埋め込み式で配置されており、これは、従来までの OPY1 レーダーと OPS-48 潜望鏡探知レーダーを統合させた多機能レーダーである。この OPY2 レーダーは、敵である目標物を捜索するところから始め、探知した後には、その目標の追尾を行い、最終的には、搭載兵装による射撃管制までを一貫して担う多機能レーダーであり、無論、これも、艦のステルス性の向上にも寄与している。これに加えもが、2型護衛艦には、2種類の電子光学センサ OAX-3 が組み込まれており、これは、可動型と固定型のから構成されているもので、ここから取得された情報も、また搭載する兵装の射撃管制に利用される仕組みとなっている。OAX-3 の固定型センサーは、前述した野良50複合空中線アンテナの下部に、艦の全周囲をカバー可能な6機のカメラを備えており、ここで取得された画像は、艦の CIC 戦闘指揮所のモニターに送られ、状況への対処に利用される。もが2型護衛艦の CIC 戦闘指揮所は、14機ものコンソールモニターが上部から見た場合、円形に配置された効率的な構造に設計されており、艦全体の定員を90名という消費化を推進することが可能な一要因ともなっている。この基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トンにもなる規模を持つもが、2型護衛艦の定員数が90名というのは、他国の同様な規模艦を持つフリゲートと比較しても非常に進んだ消費化を実現していると言えよう。ただし、伝統的に、水上戦闘艦が、実際の戦闘等で、艦隊にダメージを受けた場合のリカバリー、すなわち、ダメージコントロールへの対応は、乗務員の頭数によって対処能力が向上するという、属人的な要素も多分にあり、消費とかだけを手放しで称賛するわけにはいかないとの指摘もある。そして、も、が2型護衛艦が、従来の護衛艦と一線を画すと言われている最大のポイントが、対機雷戦闘を、これだけの規模の艦艇でありながら包括して実施することを念頭に建造されているという点にあると思われる。もが、2型護衛艦は、対機雷戦闘用の装備として、OQQ-11 ソーナーシステムを実装し、また、機雷排除用の無人水上無人機、USV と、機雷捜索用の UUV と、強いて、自立型の水中高層式機雷探知機 OZZ-5 を運用する能力が付与されている。これらの機雷の排除を行う能力に加えて、もが2型護衛艦は、自身が機雷を付設する能力も備えており、簡易型の装置を用いて、小型の導管専用の新型機雷を付設することで、従来の掃海敵が担っていた役割も一部で対処可能としている。かつての冷戦期にはいざという場合に、日本の近海に進出してくるであろう。主として、当時の旧ソ連海軍の艦艇を意識した掃海艇部隊の維持が注力されていたが、同国の1991年の自然崩壊以後は、その戦力は削減される傾向にあった。しかし、今日では、急拡大を続ける中国海軍が、日本の南西諸島方面を脅かす事態が懸念されるようになり、同諸島方面を念頭に置いて、こうした島嶼部の防衛を強化する策の一環として、もが、2型護衛艦への対機雷戦闘能力の付与が行われたと言ってよいだろう。もが、2型護衛艦は、まず、2022年3月に、2番艦である、熊野が就役を果たしたことを皮切りにして、現時点の2024年2月末時点までに、5番艦の矢作までが実戦配備を終えており、この3月には、6番艦の阿賀野もこれに加わる予定となっている。当初は、
22隻もの大量建造も視野に入れているとされていたのが身型護衛艦ではあるが、2024年度の防衛予算案までで、全12隻の建造となることが打ち出され、その後ハモが身型を改良した形とおぼしき新型 FFM が12隻建造される計画となった。この新型 FFM の使用については、現時点では、詳細な部分までは判明していないが、もが、身型で16セルに止められた VLS 垂直発射艦は、倍の32セルに強化される模様で、対機雷戦闘について、どのような対応となるのかは、続報に留意したい。